おはようございます。中泊智也です。今回は4月16日土曜日の動画をアップしていこうと思います。よろしくお願いします。土曜日ということで仕事は休み、少し遅く起きました。で、体重は、順調に落ちていて、現在77キロ台。はい。で、いつものように EAA グルタミンリアファイバーを飲んで、子供たちのお昼のお弁当と私の一日の弁当を、一気に作りました。こんな感じです。で、土曜日なので、カーボも少し増やしました。で、これはトレーニング後に食べる、食事で、玄米のおにぎりを一緒に食べるように、しました。玄米はだいたい 200g ぐらいかな。うん、これぐらい。で、タンパク質はサバ缶と全卵2個になっています。で、この炊飯器で作ったシチューは子供たちの朝ごはんとしての作り置きをしました。で、こちらは私が、朝食べている食事で、タンパク質は胸肉と、卵、全卵と白身1個になります。で、カーボはオートミールになっています。オートミールは、2スクープだから 60g ぐらいかな。はい。そこから2時間後ぐらいにジムに行きました。で、今回は、スミスマシンが空いていたので、スミスマシンで四頭筋狙いのブルガリアンスクワットからスタートです。で、四頭筋狙いなので、スーパースミスの軌道を見て、鏡の方に背中を向けてやるように、しました。まあ、同じ種目でも、体の向きを変えたり、ハムストリングス狙いだったり、四頭筋狙いだったり、っていうことで、足幅や向きを変えたりしてアレンジしながらやるようにしています。で、バーの重さはですね、70キロから75キロぐらいですね。はい。で、私はあんまり、重量にこだわらないようにしてるんですね。はい。で、この種目の目的は狙った部位に重さが、例えば乗っているのか、刺激がちゃんと伝わっているのか、そこを基準で考えるようにしているんですね。はい。だから、重量をバンバン上げていって、他の部位も使って刺激が分散されるよりは、狙った部位に、この乗ってる感覚とかを大事にしていきたいんですね。はい。ってことで、この70キロから75キロが狙ってる部位に伝わる感覚が、わかる中でのマックスの重量になります。はい。あと、これ以上重量を増やしてやると、この1レップの上げ下げの距離、この可動範囲っていうんですか。これも私の場合短くなってくると思うんですね。うん。骨盤も多分痛くなるんじゃないかな。要は重すぎてパーシャル気味になる感じでね。うん。だから結局何を目的としたトレーニングなのかで変わってくると思いますね。はい。
でですね、この種目の次にやったハムストリングスを狙った種目があるんですが、これが、重重でやるんですが、めちゃくちゃハムストリングスに入る種目で、今回これをおすすめしたくて動画を、まあ、撮った感じなんですが、私は昔からずっとやっていて、もう私のこのハムストリングスはこれでほぼ鍛えられてきたって言ってもいいぐらい、すごい刺激が入るいい種目なんですね。はい、これを、紹介したいと思いますね。はい、それがこの種目です、はい、これはラットプルマシンがあればできる種目で、この膝を押さえるパッドがあるじゃないですか。そこに、かかとを、アキレス腱側にこの引っ掛けて上半身を持ち上げていくっていう感じなんですが、まあ、これができない人でもこういった、ゴムチューブを使えば、補助になってできるので、ハムストリングスの弱い方でも鍛えられるんですね。はい、で私は普段ゴムチューブなしで、やるようにしていますね。はい、でも本当これ自重でもすっごい効くんですね。はい、この自重で効く種目としてチンニングと同じぐらいいい種目じゃないかなって私は思いますね。はい、この手を、後ろにハムを触りながら、やると多分すっごい分かりやすくなると思うんですね。はい、私はこの種目はダイビングレッグカールと、勝手に名前をつけていっています。はい、で次の種目、次は、バーでやるステフレッグはちょっと人がいたのでできなかったので、今回はダンベルでやりました。ダンベルのステフレッグです、はい、これもなるべく重いものをってことで、120ポンドを使っています。これもやり方としてはバーでやるのと同じ、やり方で、膝は、伸ばしきらず少し曲げています。で、下ろしていくときにハムストリングスのストレッチを感じながら伸ばしていって、全部とハムにこのギュッという力を込めて上げていく感じですね。
でですね、まあ、トレーニングの話ではないんですけど、3月の中旬の話なんですが、朝トイレに行って便を何気に見たらですね、なんか血がついてるような感じだったんですね。それで、ってなって、気になりだして、毎日チェックするようにしてたんですけど、なんか毎回血がついてるような感じで、だんだんちょっと不安になってきてですね、悩んで、で、これの専門の検査をやっているクリニックに行って、大腸の内視鏡検査をしてもらうことにしたんですね。それが4月に入ってすぐ、なんですけど、検査をしてもらって、そこでポリープが見つかったんですね。それを取って本土の方に送って、詳しく調べてもらってるんですよ。それで、この検査の結果が16日に分かるってことで、この今日、この足トレの後に、この病院に行って結果を聞きに行く予定なんですけど、もうまあめちゃくちゃもう不安で心配でですね、トレーニングにも身が入らなくて、もう不安になるんですね。大きな病気だったらどうしようとか、すっごい考えてですね。はい。まあでも、どうにかこのセット中は集中して狙っている部位に意識を向けるようにしたんですけど、ほんと不安でしたね。はい。まあ普段普通に過ごしていることでわからないかもしれないけど、まあ健康ってすっごいありがたいんですよね。トレーニングがちゃんとできて、食事ができて、まあこれが当たり前だと思うと、まあダメなんですよね。はい。まあそんないろいろ考えてる中での、次の種目レッグエクステンション、まあこれも、普段と行っているように、大体直近狙いで、今回はつま先を真上に向けて、まあ初めは骨盤を動かさずに四頭筋のみで動作を行って、きつくなったら骨盤も少し使いながら、やるようにしました。でそれできつくなってきたら、今度はパーシャル
で行ってやる。で、1回ドロップを使ったりレストを使ったりしながら追い込むようにしました。はい、でここでまたスーパースミスマシンに戻りナロースクワットをやりました。で今回はプレートを敷いてかかとを上げて少しガニ股気味で膝を開きながらやるようにしました。これは外側外側、この足の外側狙いですね。重量は80キロから85キロぐらいでやりました。重心は、つま先の小指側に置きましたね。うん。で、ナロースクワットの場合は、私はお尻は後ろに引かず、腰を立ててっていうんですか。で、膝で、上げ下げするような感じで、行っています。これだと、重量は本当に持てなくなるんですね。100キロ以上とかは絶対、私の場合はですが持てません。これも、レストを入れながら、10回ギリギリできるかなぐらいの重量になっていますね。はい、
はい。で、最後に、ヒップスラストのマシンをやりました。で、私は以前やってて、やってなかったんですが、最近からまたやるようになったんですね。で、この、ガーナージムにあるヒップスラストマシンが、よく効くのか、ちょっとわかんないんですけど、最近からこの、ヒップスラスト、すごい臀部に、重量が乗る感覚が、分かってきて、これ、重量を減らしたからなのかな、まあちょっとそこら辺は分からないんですけど、すごい臀部に刺激が入るようになってきたんですね。うん、これはかかとで押すようにしています。これも、まあ、レストを使いながら、10レップできるかなっていう感じでやっています。はい。で、トレーニングを終えて、シャワーに入って、プロテイン。これは、ペコちゃんシリーズで、いちごミルキー味かな？めちゃくちゃ美味しいんですね、これ。これ、すっごい美味しいですよ。はい。これから、先週ですね、大腸検査を、やったんですけど、その時に、ポリープが一つ見つかって、それを今調べさせてもらってるんですね。それの、結果を今から聞きに行きたいと思います。あ、怖いです。結果を、聞いてきました。上等でした。やったー、よかったー。安心しました。はい。はい。今回、めちゃくちゃ不安でしたが、まあね、何事もなく、無事終えて、本当に良かったです。はい。
また、別の他の部位もこれからアップしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。